ちょっと先生ですね。で、11月5日提出。ね、11月5日提出してください。で、名前ですね。で、ここに書いてますけど、間違えたところの英文を、その例えば、括弧で、括弧だけ書くんじゃなくて、英文全体を3回ずつ書きましょう。はい、ここまで書いておいてくださいね。11月5日提出になります。明後日ね、明日とにかく復習をしてください。まあ、今日残って勉強する人はその時ちょっと知ってもいいですから、ワークしてもいいです。ですね。はい、じゃあ英語一旦ここでちょっと切ります。で、ですね、数学のちょっとアンケート取りたいんですけれど、数学は今、ハンピレー入ってる人いますか？ハンピレー。入ってます。はい。はい、まだ比例の人。まだ比例まで来てない。違ったね。まだ方程式は文章問題ですか？そうだね。文章問題だね。そうそう。もう一回アンケート。中間考査の範囲で方程式の文章問題が終わってた人。方程式が全部範囲だった人。文章問題は残る。だから期末に出るかどうかが知りたいです。うん、そうよね。どこまでやったか。ワーク持ってきてる人はちょっと確認してもらって。次、どっからだって、どっからだっていうのを知りたい。今、解体中央は間違いなく、方程式の文章問題出るんですよね、まずは。入ります。入りそうだね。入ります。はい、わかりました。文章問題。で、塾的には、ハンピレでちょっと話をします。ですね。まあ、ハンピレ入ってるとかだったら、ちょっとハンピレで話をしますから。なんだっけ、ウィンパスをちょっと出してください。あと、英語は今どこですか？レッスン6。レッスン6入ってるとこ。6のどこですか？ C も終わって。6の C。入ったばっかり。6A ね。はい。これ1日6週かな。これ6A の講習？はい、わかりました。じゃあ、いいですかね。今は抜けてますか？今じゃあ、ですね、半径の話をしますので、ウィンパスお願いします。はい、半径の話はですね、110ページはどうですか？80ページです。小学校の時にちょっと習ったよね、話でね。きれいに習ったと思いますけど。はい、ですね、110ページ、ウィンパスの110ページ。で、2番をちょっと見てほしいと思います。
ちょっと小学校の復習が入ってるので、2、4、5、8、10って書いてますね。でここが60、30、20、15、20ってなってね。これ何倍ですか？2倍だよね。何倍ですか？10分の1倍だよね。これ何倍です？3倍で、これは？だよね。X が2倍3倍となって、Y も2倍3倍やったら比例ですね。ね。で、Y が逆数倍になったら、2の逆数は2分の1だし、3の逆数は3分の1なんで、逆数倍になってるのは反比例と言いますね。だからこれは反比例と言っていいですか？いいですか？何ですか？どっちですか？いいよね。で、反比例の特徴はね、これ全部かけて同じ数字になるんよ。はい、そこの表でいいですから、これちょっとメモってもらっていいですか。表使っていいですか。これはノート使う時間がもったいないので、使っていいです。頑張って、急いで、急いでください。アメリカの、頼む、開けてくれ。開けてください。60ページ、2番。で、反比例の特徴を言いますね。これ全部かけて同じ数なんです。全部かけて同じ数です。全部同じ数になることを確かめてください。なるでしょ？同じ数。で、これがね、これ比例定数なんです。かけて同じ数になる。定数って決まった数という意味なので、確かに決まった数ですよね。比例定数。このことから、X と Y をかけたら比例定数。比例定数を複数文字は A で表すので、このことがわかるんです。反比例の特徴は、X と Y をかけたら一定ですよ。X と Y をかけたら同じ数になるんですよ。というのが反比例の特徴です。ですか。X と Y かけたら一定ですよということです。ですね。はい、ということなんです。では、3番、早速いきます。ですね、で、これちょっとノートで先に説明させてほしいんで、ちょっとノートを書いてもらっていいですか。で、反比例のポイントいきますね。でこのノートの説明を利用して3番を解きましょう。で、実は、比例の式を覚えてますか？比例の式。比例って言われたら Y イコール何かっていうと、まだあまり時間かけてやってないんで覚えてないかもしれない。Y イコール何ですか？比例の式。Y イコール。AX、ゆどゆど。AX なんですよ。で、比例定数 A を見つけるときは、分数なんだから何分の何？そう、これセットで覚えてください、セットで。比例って言われたら、この式をすぐ書くんです。だから、今度の期末考査は、問題が決まられた瞬間にこれを書いておいてくださいね。比例の忘れるという。じゃあ、今日は反比例という話をするんですね。で、必ず反比例の勉強をするときは、比例のこの式と並べて勉強した方が絶対にいいです。いいですか？単独じゃなくて、はい、これが反比例の式です。こちら A は比例定数。で、さっき出てきたやつを覚えてますか？ X と Y とかけたら一定の数になったでしょ？なりましたね。実験しましたね。全部120になりましたね。はい、比例を、大体比例を覚えてくれちゃったんで、今日はそれに反比例を付け足してくださいということです。反比例を付け足してくださいということですね。Y イコール X の A ですよ。A イコール XY ですよ。ということです。いいですか。もう反比例と言われたらこの式を利用する。つまり一番最初に、普通はね、一番最初にこれを利用して A を計算したらここに代入しますという。
はい、じゃあ皆さん、この情報を参考にして3番の問題にチャレンジしましょう。3番の問題に。で、先にね、3番と4番をマーカーで枠で囲んでおいてください。3番と4番を枠で囲んでおいてください。3番と4番を枠で囲んでおきましょう。必ず出るから。絶対出るんです。絶対出るんで、枠で囲んでおいてください。ただ掛け算するだけ大丈夫？止まってない？数学苦手な人よく止まるからね。止まるっていうことは考えてるような感じだけど考えてないよ、実は。これ XY を掛け裏で比例定数出るんだから。X が何個と具合のおうち変えちゃうじゃない？いいですか？もうこの式しかないですよ。これしかない。これ以外何も考えていいです。式って1個しかないんですよ。一種類しか入ってたけどね、二個あるからね、一種類しかないですよ、ここ。いいですか？いいね、そこまで頭悪くないですよ。ただ、行動するでしょ。苦手なものってね、みんなね、尻込みするんで、いきますよ。y が x の式で表しなさい。x がマイナス8のとき、y がさ、だから、比例定数見つけなさいって言ったじゃん。x が7だとマイナス8。マイナス8で、Y が3やった。書いちゃうやんさ。自分で考える人なくて書いてあるから、それをかけてねって言ってるわけ。いい？何も悩む必要ないな。だってそこで書いてある数字をかけるだけが強くそうやよね。いいですか？止まらんでください。で、これで出たら、これをここに当てはめてねって言ってるわけですよ。それで終わりなんです。いいですか？なんで自分が一歩踏み出せなかったかよく考えてください。何を悩んだんでしょう。これしかないんだよと言いました。X と Y が数字が与えてあるんです。ここの間に掛け算が隠れてるっていうのを知ってるでしょ。ね。で、比例定数マイナス24なんで、まあ一旦こうなるんですけれど、実はマイナスは前に置かないといけませんっていう話。マイナスは前に置かないといけないですよ。いいですね。OK ですか？はい。ということです。もうね、数学って長年のように解いていくんですよ。式2つ、ここで掛け算して、出た答えをここに当てはめる。止まるんです。なんで止まるかわからないけど、止まってしまう。もう俺37年間の経験なんで。もちろん英語苦手ですから英語止まりますよ。もちろん。二手止まるんですよ。ね。まあ、英語はね、しょうがないかもしれないね。楽しむ方が多いかもしれないですけど。いいですか？頑張って頑張って。掛け算したら終わりです。判定はね。はい。で、一番の答えはこれでした。大丈夫ですか？じゃあ、二番チャレンジはしてもらっていい？ヒントは、数学って 90% 以上をこれです。これすればなんとかなるんですよ。
ですか。もちろんどれを使うかこれを使うんですよ。一番で出てきたこの式を使うんですよ。頑張れ。いいかな。待って待って。式は1個しかないよ。今出てきた作った式1個。マイコールマイナスオプスの部分がこれを使いましょう。ね。で、X は6です。これなんですか？まず X 代入するでしょ？昔言ったことがあるかもしれないけど、代入がわからんちにしちゃったとき、じゃあ、こう書いちゃうっていうことは、X が6やけ、X のところに6って上から書いたらって言います。まあ、代入ってそんなイメージよね。X のところに6が入ってくるわけね。ですか。まあ、いろんな人とね、一緒に勉強してきたんで、自分も経験があります。代入がわからんちにしちゃったよ。X が6近いちゃうけ、X のところに6近いでよって言ったんですね。はい。いいですか。あと、約分するだけです。はい、その次は y がマイナス2ですね。式って1個しかありません。今回とにかく統一です。 x 分の24です。 y がマイナス2ですっけ。マイナス2ですか。でさ、こうなったらね、またこれ止まっちゃった。これ止まるわけ。えx が下にあるって土下下で言うか。下嫌よね、誰でも。X だったら困るよね。だから X を両方にかけたらいいよ。 X 消したいわけやね。で、俺ね、ちょっと言い方が激しいけど、目見えるっちゃってさ、目見えしたらこれ溶けついたら無理でしょう。展示かなんかでしょう。俺たち目見えるんよ。で、文法に下に X ってあるんよ。これと同じものをかけるだけなんや。何でもそうなんよ。この前ちょっと質問してくれた人がいたんだけど、例えばこの方程式分かりませんって、これ消してますよ。私目見えるよ。で、俺、生まれつき目がもっと悪いんで、はい、途中でウイルスにやられたみたいでね、脳孔が開いてしまう。だからサングラスしてるんですよ。外出るとき絶対サングラスしてる。だから目がいい人って本当に羨ましい。目が綺麗な人羨ましいんだけど、しょうがない。ね、早くなんか技術が進歩してね、普通の目に戻りたいんだけど。で、これ3消したい。まあでも俺でも見えるよ。見える。だから3かけたらいいじゃんって話だ。ね、五体満足でとりあえず生まれたんだから幸せじゃん。たったこれだけ話を、X を消すために X をかけるわけ。その代わり民主主義入ってね、片方だけかけたらダメですよ。両方でかけれるわけでしょ。両方に3かける、両方に X かければいいわけです。そしたら当然これ消えるわけですよ。それができないぐらいの人はいません。このメンバーの中には。だからあとは練習するかしないかだけの世界なんです。その世の中ってするかしないかだけで決まるんです。本当に。ですか？やればなんとかなるんです。で、あとはマイナス2で割ったらいいじゃん。答えはこうなりますよって話です。で、このタイプの問題が当然いくつか出ます。はい。比例で同じのが出ますし、反比例で同じのが出ます。ですね。で、そこが取れないと平均は超えてきません。いいですか。そこをできたらまあ平均超えてきます。なんかまあ、ちょっと今回ね、中間構想の出し方で、やっぱ数学って昔に比べたら、だいぶ工夫されるようになりましたね、問題の出し方が。ただ、日中の話をちょっと印象に残ったのは、やっぱワークから出ましたって話だったんで、ちょっとワークにこだわったらいいよねっていう感じになりましたね。で、ワークも、どこが出るかは分からんけど、結構情報って先生、ポロッと言うときあるんですよ。だから授業ちょっと集中してね。ちょっとこの問題大事だとこの問題出すかもしれんちゅうなんか雰囲気があるんで、それを掴むんです。すべて試験というのはこれが命なんです。まあ試験というよりすべてやね、世の中今俺これ高いお金出して情報を得てることがちょっとあるんですよ。いい情報と悪い情報があるかもしれない。偽物情報があるかもしれないけどね。
情報がお金になる。だから同じ授業を受けててもその情報を聞き逃している人は点が悪いんですよ、当たり前で。そこが授業中に本当に集中してねって話で、先生の話をメモってそこに、だって先生がこう書くわけないじゃないですか、ね、110ページの3番出すよとか書くわけないですよ、言葉でポロッと出るんですよ。だからそれをゲットできるかどうかで人生が変わる。だから言葉をメモってくださいって言ってるんです。ですね。今一番大事なのは情報なんです。情報が一番大事なんです。ですか？大丈夫ですか？情報いけますか？ですか？絶対気は乗らさないように先生のことを絶対メモって。俺それで一中とかでも一番取ったんですか？はい。ね。もう家帰って勉強とかあんましなかったんですよ。もう授業中でほとんどしてたんです。高校はそうはいかないです。高校をその年でしようって成績がどんどん下がってたんで、やばかったなって反省はしてるけど、中学校まではとにかくそんなに深くないんで、授業中に先生の言葉を集中してください。わかりました、半期で。大体。じゃあ、あとね、今度グラフの話しますから、グラフ。いいですか？グラフの書き方と読み方です。もうそれで半期で終わりです。はい。それで半期で終わり。大体学校で1週間ぐらいかかるのを10分で20分で終わりますから。ですね。まあ、そこが自分は経験があるんでね、ちょっと任せてください。あまりにも丁寧にしすぎると、何が大事か分からなくなるという弊害があるんですよ。でも、俺大事なとこしか言えないと言う時間がないんですから。だから今日も2年生の授業でも、もう絶対これだけ理解できたら60点ぐらい取れるよっていう話しかしてなかった。まずはね、それに積み重ねていけばいいわけですから。じゃあいきますよ。グラフの書き方と読み方。あと、残れる人はどのくらいですか？あとの人は変えるんだね。はい。ということは、ちょっと脱出できますね。グラフの書き方。ね、グラフの書き方いきます。ですか？で、これはね、もう表を作ります。表を作る。表、これしかない。反比例、これしかない。ですか？大丈夫ですか？で、どういうことかっていうとね、y イコール x 分の8とかあるとするじゃないですか。で、このグラフを書きなさい。言われたら、はい、こういう表を作るんです。真ん中に0を持っていくとこうしたら×してください。x が0の時ってありません。値がありません。はい、8の約数って何ですか？どうぞ、8の約数は。8って何で割れますか？ 1で割れるでしょ？ 1、2、4、8。そう、これでいいですよ。で、これにマイナスをつけるんですよ、左右対称。これ。はい、こいつの約数を書くんですね。ここがこいつの約数です。これも小学校の復習じゃない？まあマイナスは中学校やけど、1、2、4配数は小学校の復習なんでね。で、x が1の時、y はいくらかというと、1分の8なんで y は8なんですよ。2の時4、4の時2、8の時1。これ、かけて8になればいいわけよ。難しいなんや。ここに代入して役の人ももちろんいいよ。1分の8で8、2分の8で4とかしていっていいよ。はい。マイナス8、マイナス4、マイナス2、マイナス1というふうに。わかった？ただもう、あと点取る練習ってしたじゃん。覚えと。x が1の時 y が8ですよとかさ。x が1の時は8ですよとか、2の時4ですよとか、4の時2ですよとか、取れるじゃん x は。で、取ったらこれを滑らかにこう結ぶんです。で、これで注意事項があるんだけど、ね、これが、この線がここについたらダメなんですよ。x がついたらダメだし、これがこう、カールしてもダメです。上に上がってもダメです。
徐々に近づいていかない。けど、くっつけたらダメだ。こんなふうにくっついたり、上に上がったりしたら、わかりますね。で、このマイナスの方も同じなんですよ。マイナス1とマイナス8、マイナス2とマイナス4、マイナス4とマイナス2。そして、これを7分の1とかでいいですよ。ね、で、ここがさ、ここがプラスの時ってこういうところに来るわけ。ね、ここがマイナスの時あるのよ。ちょっとあえて赤で書くね。あえて赤で書きます。ですか。もう本当にポイントってね、決まってるんで、そこさえきちんと押さえれば大丈夫なんですよ。本当に。ポイントって決まってます。あえて青にしようかな。青にしようかな。ね、例えばこういう話をしてるわけ。マイナス X の話とかなったら、今度こっちに来ますってことになるから。マイナスの時はこっちに来ます。こんなふうになったらダメよ。こう近づいていかないとダメだね。ですかね。プラスの時はここ。マイナスの時はここ。で、グラフが2つあるので、曲線が2つあるので、この反対例のグラフを双曲線といいます。双曲線。反対例のグラフを双曲線といいます。ですね。じゃあ、ちょっとね、10分で返せるので、あと2分、15分で一応授業的に終わりにしますからね。グラフの書き方分かりました？この約数書いて、プラスマイナス書いて、そして点取っていって結ぶだけです。いいですね。OK ですか？はい。習ってなくても大丈夫だよね。ちゃんと分かるようにして。じゃあ今度、式の作り方消しますよ。いいですか？はい。今度はグラフから式を作る。ね。はい。式の求め方って言った方がいいでしょう。式の求め、これ、ものすごく簡単です。この裏技を分かったらもうびっくりします。いいですか、まあ、グラフがこうあるんですよ。グラフをもちろん変えちゃって、このグラフから式を見つけるって話なんです。ね。グラフから式を見つける。グラフから式を見つける。いいですか、あのね、グラフってさ、きれいに角を通ったとこと角を通ってないとことあるわけ。ね。で、例えば、角を通ってるとこ何箇所か探すんだ。どこでもいいとです。どこでも。例えばこれが2、3っていうとこ通ってるとしましょう。X が2で Y が3のところ。まあ、丁寧に書くとこうなる。で、座標取りでこうなるでしょ。ね。いいっすか？いいっすか？1秒で終わりますよ。はい。書けるだけで終わる。だって、反比例って何やった？ Y イコール何やった？どうぞ。式の形何ですか？ハビレよハビレ。今日教えたばっかりどうや。x 分の a。比例定数 a は。a は。やろうやろう。だから x と y かけたんやろこれ。今。x と y かけたんや。だからこれ比例定数の a だ。はい。だからグラフで綺麗に角通っちゃうとこ探して、掛け算して答えが出たらここに代入してやるんですよ。はい、それで終わりです。例えば今回はこれで終わりです。めちゃくちゃ1秒で終わります。1秒です。2、3、5、6で終わります。はい、いいですか？だから、私は数学苦手とか、俺数学分からんっていう世界じゃないんですよ。本当に、この辺は。で、これで60、70ぐらいまで来るんです。きちんとやっていけば。でそれ以上は、さっき言った学校の細かい情報とかね、あんなのをちゃんとこう情報を取ってきて、でそれをちゃんと自分の中でインプットしてメモったりして、で、潰していく。はい。中間で学んだことを必ず期末に生かしましょう。ね。中間で失敗したことは期末でやり返しましょう。いいですか？ね。はい。じゃあ、ここで一旦ね、さっき約束したので。
15分で出して終わりまして、あとは30分残る人はどうぞワークとかしてもらっていいですよ。でした。はい、じゃあ終わります。はい、はい、でした。お疲れ様でした。